僕に覗かれる覚悟はできてるかい？覚悟してね。さて、どうするか。抱きつけてきたの？懲りないわね、あなたも。おい、あの子も可愛いじゃん。そうだな、デートしてもらうのはあの子でもいいな。ちょ、ストップ！あれ、中身はおっさんなんだってば。嘘だろ、あんな可愛いのにそんなわけあるかよ。夢だって、夢、現実にバーチャドールとか中身おっさんの美少女なんているわけないって。そうだよな、声かけてみよう。いや、知らないって恐ろしいね。いるのにね。ねえねえ、俺たちとデートしない？黙れ！私は夢可愛いが好きなだけで、男が好きなわけじゃないんだよ！ゴマスタちゃんのお仕置きの時間だよ。さて、どうするか。Thank you.
てどうするか。こんなはずでは。次はもっと慎重にやらないとな。夢じゃなかった。ダメだこりゃ。大佐さーて、この人たちにもマインド班は。あれ、ストークはどこ行ったの。お、いつの間に。どこ行ったんだろう。変態、一人だけサボる気。ルシードちゃん、探してとっちめてやりましょうよ。あいつのことだからきっとあそこよ、あそこ。私を怒らせたらどうなるか教えてあげる。覚悟してね。嘘でしょ。私を怒らせたらどうなるか教えてあげる。覚悟してね。今日も練習きつかった。県大会近いからって先輩気合入りすぎだよ。ああ、また太っちゃった。そう？全然そう見えないけど。マジ？なんか最近胸とお尻がきつくて。
ん？何それ当てつけ？私なんかこんな小さいのに。ねえ、なんか変な音聞こえない？え？なになに？さっきから符号、符号って音。やだ、まさか覗き？嘘、ひょっとしてロッカーの中に誰かいたりして。あ、呼んだ。もう着替え終わったら早く来なさい。部室で今日の反省会やるわよ。はーい先輩。はあ、先輩スタイルいいな。やっぱり聞こえる。な、何あなた。失礼します。あ、綾菜先輩。綾菜。え、妖精？う、嘘。この変態いるの分かってんのよ。出てこい。すみません、すみません、すみません。面目ない、つい懐かしくって。はあ、懐かしい？何歳なのか知らないけど、あんた学生の頃から覗きしてたの。め、面目ない。あんたみたいな男がいるから。ちょ、ストップ！これ以上やったら死んじゃいますよ。止めないで。こんなやつがいるから。電柱でござる、電柱でござる。あなたも被害者なの？スイートピーさん。やっぱり。何やってんのよこの変態。面目ない、つい出来心で。変態仲間じゃないか。助けてくれ。一緒にすんじゃないわよ。一緒じゃないよ。あんたも男でしょ、変態脂身男。このきっと何か事情が。問答無用。天柱。そんな反則みたいな格好して、あんたは男なの？女なの？ルシードちゃん、やっちゃって。このルシードってやつ手ごわいよ。仕方ない、カタルシスエフェクトのリミットを解除するから、なんとか踏ん張って、二人とも。